昨日は久しぶりに学生時代の友達とオンライン飲み会をしました。それにちなんで時には昔の話を歌います。時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね、ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じように見果てぬ夢を描いて、走り続けているよね。どこかで